日本では高校まではみんなと同じような勉強ををししててみんななと同じような生活をしていますだから自分の好きなことについてもっと知りたいと思った時に学べる場所が大学にありましたなので私は大学に行ってその自分のもっと知りたいと思ったことについて学びたいと思ったし大学より開けた世界なので高校の時よりもよりいろいろな場所で その違うバックグラウンドを持った友人たちと出会うことが私がこれから社会に出ていく上ですごく重要な経験になると思いましたし私は将来そのメディアで関係で働きたいと思っているのでその時にいろいろなバックグラウンドの人に出会える大学っていう場所に行くことが一番自分にとって良い選択なの,じゃないなのではないかと考えました。